ティベリウス・センプロニウス・グラックス・マイヨルは、共和制ローマ時代の軍人、元老院議員。クレブス系、センプロニウス氏族・グラックス家の出自、グラックス兄弟の父親になる。また、同盟の子と区別するために、大グラックスと称される。また、おじに、第二次ポエニ戦争で、奴隷軍団を指揮したティベリウス・センプロニウス・グラックスが、いる。彼の名前が最初に見られるのは、 紀元前190年で、ルキウス・コルネリウス・スキピオ・アシアティックスが、ローマ・シリア戦争中、兄弟のスキピオ・アフリカノスの助言によって、広古の憂いを立つためピリッポス5世に死者を送ることになった。グラックスは最も聡明で、エネルギッシュな若者として選ばれ、アンフィサからペラまで3日で駆け抜けると、ピリッポスがローマに味方することを確認した。 紀元前185年にはピリッポスがマケドニア王国最高の動きを見せたため、グラックスとマルクス・バイビウス・タンピルス、クイントス・カエキリウス・メテルスの3人が周辺諸国との調停のため派遣された。紀元前184年にグラックスは5民間へ当選したが、在職中、スキピオ・アフリカヌスに避難が集中する中で、グラックスはそれまで、 対立のあったスキピオを救うためにの拒否権を行使したと伝えられている。一度目はスキピオが弾劾裁判を病気を理由に欠席し、兄弟のアシアティクスが上訴して裁判の延期を願った時で、グラックスはスキピオのこれまでの国家への貢献を挙げて、それを認めるように訴えた。グラックスは市場よりも国家を優先させたとして、元老院から非常に感謝されたという。 二度目は、アシアティクスが横領のとがで告発され、彼の財産を売却して、返還に応じない限り投獄すべしと決定された時で、グラックスはそれに一人反論し、返還に異論はないが、あれほど国家に尽くしたアシアティクスの投獄は許せないと、し、彼の釈放を命じた。この、グラックスの行動に人々は、大変喜び、またアシアティクスの財産から横領の痕跡は、 見つからなかったという。この彼の勇気ある言動に対してスキピオは娘、コルネリアとの婚姻を求めることで報いたが、コルネリアは当時は幼かったために、実際の結婚生活はグラックスが40代中盤になってからであった。紀元前179年にプラエトルに当選する。軍団指揮権を授けられた。彼はヒスパニアに赴き、現地のイベリア人の反乱を鎮圧。 その功績にて、外旋式を観光する。紀元前177年には、執政官を務め、サルディニア属州の反乱に対処するために出征。その後もプロコンスルとして、反乱を完全に鎮圧し、この功績にて2回目の外旋式を挙げる。紀元前169年には、ケンソルとなる。この職務に対しての元老院の風当たりは強く、 同僚のケンソルが告訴される寸前まで行ったという。グラックスはローマより同僚ケンソルと共にローマ国外に退去する。結局、グラックスの民衆からの人気の高さに押されて、告訴は取り下げられて終わるが、彼も同僚と共に辞職した。紀元前163年に彼はコンスルに再当選する。 同僚のマニウス・ユエンティウス・タールナが、コルシカ族州での反乱を鎮圧したものの休止したため、グラックスは、翌年の執政官選挙を行った後、コルシカとサルディニアに急行した。この選挙では、義理の兄であるプブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカ、コルクルムが執政官に選出され、翌紀元前162年、ナシカ・コルクルムは、コルシカに出征するが、グラックスは選挙の時、 立会人の休止にもかかわらず選挙を強行しており、その問題をアウグルたちに指摘されていた。彼は自身がアルグルであり、失政感でもあったため激怒しその意見を退けたものの、この年サルディニアにいた、彼は選挙前の占いや性別にも問題があったことを認めたため、元老院は選挙をやり直すことを宣言し、ナシカコルクルムは辞任させられた。これが、 ナシカ・コルクルムとの間に緊張関係を生み出したかどうかは定かではない。しかし彼らの息子たちは後に政治的に対立する間柄となる。またグラックスはギリシア語に堪能で、紀元前168年にロドス島においてギリシア語で演説を行っている。このようにグラックスは政治的、軍事的にも偉大な功績を残したが、何よりも彼はその人柄によって名声を得ていた。 紀元前154年に彼は、没するが、その時までにはグラックスは、ローマ社会を牽引する人材と見られていた。ジュゼッペカですが、グラックス兄弟の母コルネリア紀元前172年に、グラックスはかねてから約束されていた、スキピオアフリカノスの娘コルネリアと結婚。彼女は18歳、グラックスは45歳ほどであった。このような年齢差があるにもかかわらず、 結婚はとても幸せなものであったという。二人の間に十二人の子供が生まれたが、息子のティベリウス、ガイウス、娘のセンプロニアの三人だけが生き残った。グラックスは妻を、ことのほか深く愛した。また彼は彼女を妻として尊重して扱い、ローマ市民は自分たちの尊敬するグラックスが定徴に、接する妻コルネリアに一目を置いた。夫グラックスが没した時、 妻コルネリアは再婚を拒み息子たちの教育に残りの人生をかけたというありがとうございます。